テレビの前キックオフのホイッスルが鳴りました。前半45分始まりました。画面に向かって左から右へ攻めるのが名古屋グランパス、反対に右から左に攻めるのがジュビロ磐田。そしてさあスローインです。パスをつないでいきます。速いパス回し、通るか、大きくクリア。ここは回り込んでいます。ここいいリズムです。いい形に大きくクリア。どうにも攻めきれません。細かくつなぎます。短いボール、後ろに戻します。ゆっくりとパスを回します。細かくつないで強引に切れ込む。大きく入れて、大きくクリア。攻めきれませんでした。さあスローインです。大きくヘディング、大きくクリア。守備には定評があります。そして繋いでいきます。速いパス回し、細かくつなぎます。細かくつなぎます。クリア、ナイスディフェンス。通るか、短いボール、ゆっくりとパスを回します。一旦下げます。サポートが遅いですね。強引にいった、シュートだ。ゴールラインを割りました。コーナーキック、どこを狙ってくるのでしょうか。ゴール前にストライプのユニフォームが集まります。後ろに戻して狙った、キーパー飛び出す、ヘッドで流す。細かくつないで、あっと前半終了のホイッスル。両チーム互角の展開でした。キックオフのホイッスルが鳴りました。後半45分始まりました。両チーム一進一退の攻防を繰り広げております。名古屋グランパス右サイドを意識しています。前に出す、そろそろ10分です。速攻でしょうか。大きくクリア、ここは回り込んでいます。ここからどう持っていくのでしょうか。クリア、どうにも攻めきれません。さあスローインです。相手に自由なプレーを許しています。クリア、攻めきれませんでした。20分経過、ジュビロ磐田、オーバーラップが今一つ、ファールです。今のはレッドでもおかしくないでしょう。ファールにはなりましたが、ここは止めるしかなかったでしょう。名古屋グランパス、フリーキックです。慎重にボールを置きました。ヘッドでクリア、速攻速攻速攻、
半30分をすでにいいリズムです。大きくクリア、守備には定評があります。執念を見せます。積極的なディフェンス。交代のようです。平野アップしています。誰と変わるんでしょうか。執念を見せます。さあスローインです。奪った。残り5分。さあ時間もなくなってきました。サポートが遅いですね。ここからが見ものです。細かくつなぎます。速攻速攻速攻。短いボール、時間がない。ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、ここで後半終了。両チーム全くの互角、 V ゴール方式の延長。キックオフのホイッスルが鳴りました。一瞬のミスが命取りになりかねません。勝利の女神はどちらに微笑むのでしょう。延長前半15分始まりました。そしてサポートが遅いですね。クリア、ナイスディフェンス。逆襲です。ここからが見ものです。当たりが弱い。ファーサイド、ヘッドでクリア。後ろへ、スルー、強引に切れ込む。ゴールラインを割りました。さあゴールキックです。これはイエローカードだ。ジュビロ磐田、フリーキックです。慎重にボールを置きました。ヘッドで流す、いいパスだ。中に放り込んで、高さがあります。細かくつなぎます。ここで延長前半終了。両チーム全くホイッスル、試合開始です。両チームここで決めてしまいたいところです。お互い全てをぶつけてほしい。速攻速攻速攻。ここからどう持っていくのでしょうか。一旦戻します。インターセプト。ここからどう持っていくのでしょうか。いい形に持ち込んだ。もう時間がないぞ。後ろに戻します。短いボール、スルー、ゴールラインを。コーナーキックです。名古屋グランパス、選手交代のようです。福田アップしています。誰と変わるんでしょうか。さあこのセットプレーを大事にしたい名古屋グランパス。選手交代し流れが変わりますかどうか。ニアサイド、クリア、攻めきれませんでした。中へ送ってくる、クリア、フィニッシュの形まで持っていけない。ゆっくりとパスを回します。これはカウンターになりました。ここで延長後半終了。両チーム全くの互角、 PK 戦。Thank you.
長戦で決着がつきません。 PK 戦に入ります。勝敗の行方が全く分かりません。名古屋グランパス1人目のキッカーはストイコビッチ。ナイスキック。狙いすましたシュートでした。ジュビロ磐田。1人目のキッカーは高原。信じられません。名古屋グランパス2人目のキッカーはウリラ。さすがの一言です。これはパワフルでした。ジュビロ磐田。2人目のキッカーは中山。よく入りました。これはパワフルでした。名古屋グランパス3人目のキッカーはコーレス。よく入りました。目の覚めるようなシュート。絶好調です。ジュビロ磐田。3人目のキッカーは藤田。よく見ていました。これはパワフルでした。まだまだ分かりません。名古屋グランパス4人目のキッカーは望月。華麗に決めました。目の覚めるようなシュート。絶好調です。ジュビロ磐田。4人目のキッカーは七海。ゴールに嫌われました。緊張あふれるゲームをグランパスが制しました。敗れたジュビロの選手たちにも拍手が送られます。実況を忘れ思わず応援したくなった試合でした。実況を忘れ思わず応援したくなった試合でした。